アスタープレイス駅あるいはアスタープレイス、クーパーユニオーム駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT レキシントンアベニュー線の駅である。マンハッタン区、ノーォート、イーストビレッジにまたがるラファイエットストリートと、東8丁目、4番街、アスタープレイスの交差点に位置し、4系統が、深夜のみ、6系統が、終日、6系統が、平日20時45分までのラッシュ時混雑。 方向のみ停車する。駅は1904年10月27日、145丁目駅からシティホール駅までのマンハッタンにおける最初の地下鉄が開業した際に、その他27駅と同時に開業した。1981年、または地下鉄内において最も老朽化した69駅の中に当駅を上げている。 駅は1984年6月から1986年5月にかけて改装が行われた。これはアドプト a ステーションプログラムの一環で費用は250万ドルであった。なお、費用のうち60万ドルは連邦都市交通局から12万5千ドルは民間部門から提供を受けている。この改装工事では照明の取り替え、騒音低減材料の設置、 新しい茶色の床タイルの設置などが行われたほか、駅近くの私立大学、クーパーユニオン卒業生のミルトン・グレーサーによるアートが飾られた。なお、駅はかつて南北法務官を結ぶ連絡通路が線路下にあったが、1980年代の改装の際に閉鎖されている。2004年9月17日、駅はアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。 駅は相対式ホーム2面と観光線2線、急行線2線を有した2面4線の地下駅で、急行線は5系統が終日、4系統が深夜隊員以外に通過している。ホームは南北でずれた位置に存在している。北港ホームにはかつての女性用トイレを改装して作られた新聞売り場があり、南港ホームは改札口から K マートの店舗に、 直接入ることができる。またホーム柱に掲げられている駅名標はアストルプレイスとクーパークーパーの2種類が交互に掲げられている。1980年代に南北ホーム間を結ぶ連絡通路が閉鎖されて以降はホーム別改札となっており改札は全部ホーム階にある。北港ホーム改札口からは東8丁目とラファイエットストリートの交差点北東に 南高改札口からは、ラファイエットストリートとアスタープレイスの交差点北西にそれぞれ階段が一つずつ接続している。また、南高ホーム改札口からはケイマートへ行くことができ、店舗内のエレベーターを使うことで地上まで階段を使わずアクセスすることができる。ただし、地下鉄と違いケイマートは24時間営業ではない、ため閉店時間帯は階段でしかアクセスできない。 また、駅から東8丁目を西に1ブロック進むと、BMT ブロードウェイ線8丁目、ニューヨーク大学駅に着く。ありがとうございます。